皆さんこんにちは。今回は川崎先生が本を出版されたということでインタビューさせていただきたいと思います。それでは川崎先生、自己紹介をお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。私は山の美容芸術短期大学の教員をしております川崎美音子と申します。私の専門科目は美しい思いやりというタイトルで授業を1年生の後期に実施しております。授業の内容は、マナーとビジネスマナーとホスピタリティについてお話をしています。学生の皆さんとディスカッションしながら15回すごく楽しく、授業を展開しています。そんな、教員の川崎ですが、今日は本の出版ということで今日お招きいただきましたのでインタビューに応じていきたいと思います。皆さん、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。田中さん、はい、逆に私も田中さんのことを知りたいので自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、はい、こんにちは。私は山の美容芸術短期大学1年生の田中美沙です。私はですね、昨年まで宝塚歌劇団の方で、はい、お得役として舞台に立たせていただいていて、で第二の人生何やりたいかなと思った時にやっぱ美容だって、でその国家資格取りたいってなって、で短大の卒業もできる山の美容芸術短期大学を選ばせていただいて入学させていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、宝塚と聞いて華やかであり、はい、また宝塚の音楽学校厳しいということで日本全国知れ渡っていると思いますが、いろんなお話聞きたいなと思いつつも、はい、今日はちょっと本ということで、はい、まずは私のことで大変恐縮なんですが、また田中さんのお話も聞きたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私もこのビューティービジネスの本を読ませていただいたんですけれども、川崎先生はその一章の、はい、第一章、第一章ですよね、はい、そうですよね、美容美道路、はい、入学してからすごい美道について教えていただいて、いや美道ってなんか抽象的なイメージがすごくあって具体的に考えるの難しいなっていう風に授業を受けてても思うんですけれども、こちらの本にすごいいろんな方面から美道について深掘りされていてすごく分かりやすいなって。ありがとうございます。思いました。ありがとうございます。そもそもこれ共著で、はい、新井先生、ビューティービジネスの基礎と応用を担当されている新井先生と、一緒に書かせてもらっていて、で新井先生とお話をして、私は第一章で山野のやはり計画の精神である美道の追求と、あと実践ということで美道を中心にいろんな方面からアプローチして、でビューティービジネスですのでビジネスにも触れながら第一章を書いてみました。いや、素晴らしかったです。ありがとうございます。まず美っていうものが何だろうっていうことと、あと道っていうことがどういうことなんだろうっていうことを第一章で少し触れさせてもらっています、はい、であとはもうご存知のようにうちは美道の五大原則というものがあって、神化を装い、健康美、精神美、そしてここの精神美といったものがすごく大事だと私たちは思っていて、この精神美にまつわることは何かなっていうことでいろんなところからこの精神美についてアプローチしてみました、はい、それが私の授業である、ホスピタリティといったものに、つながっていくんですね。じゃあちょっと細かく解説をしていくとなると、はい、美っていう一言、美しいという漢字の美なんですけれども、この美というものを意識するとなると美学的意識っていうものと、あとは美意識というものがあって、はい、これがおなじみなんですけれどもちょっと違うんですね、うん、で美学的意識っていうのは美を学ぶって感じですか、はい、なので学びがあるので、これは客観的な論理性が伴ってないとダメなんです、うん、具体的に言うとみんなが分かりやすいな、例えば芸術っていうのは音楽、はい、舞台、宝塚でやってましたよね、はい、こういうのもやはり舞台を演出するのもすごく論理的にテーマを決めて、それをどう表現するかってすごくみんな考えてそれを表現するじゃないですか、はい、なのでそういう客観性な論理性、そんなものが大事だろうっていうのは美学的意識なんですね。一方で美意識っていうのはやはり情緒的、自分の気持ち、そういったものにフォーカスする意識なんですね。今ビジネス界でこの美意識っていうのが取り出さされてるんですね、はい、そうなんですか、うん、なんでビジネスと美意識ってなんかつながりが
そうなさそうな感じがあるじゃないですか、はい、違うんですね。やはり美意識って経営者のトップ層っていうのは今、データのサイエンス、うん、データサイエンスだとみんな答えが一緒になっちゃう。先生のおすすめされてた図書に経営者は意識をみたいな、そう鍛えてる、あ、そう読ませていただきました。そうでしょ、はい、経営者たちはみんな答えが一緒だったら差別化ができない。じゃあ経営者たちは何を鍛えるかっていうと美意識だ。さっきの美意識っていう感情的なもの、企業とかいろんなところにもやはりうちで言っている精神につながるんですけど、利他的でなきゃいけない、はい、ね、社会のためにならなきゃいけない。自分たちの企業は社会がこの人のために貢献できるものではなきゃいけない、はい、そうなった時のやはり実することだったりとか、あとはそうですね、表現だったりとか、そういったものに美意識が必要ではないかっていう考えのもとなんですね。これからの美容の世界は新しいことにチャレンジするような時代に突入してくると思います。ぜひ田中さんももう山野の学びを生かしていって、はい、そのようなこう考えを持って社会で活躍していってもらえると嬉しいです。はい、わかります。はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。